ウジェーヌ・イオネスコ、ウジェーヌ・イオネスコ、ユージン・イオネスコ、1909年11月26日から1994年3月28日は、フランスで、主に活躍した、ルーマニアの劇作家である。アイルランド出身のサミュエル・ベケット、カフカース生まれのアルチュール・アダモフと共に、フランスの不条理演劇を代表する作家の一人として、知られている。本名エウジェン、 イオネスク、オイゲン・イオネスクとして、ルーマニア人のエウジェン・イオネスクとフランス人のテレーズ・イプカールとの間に、1909年11月26日、ルーマニア・オルト県スラティナで生まれた。イオネスコの少年は長らく1912年とされていたが、これは1950年代初頭に、ジャックル・マルシャンが新しい世代の劇作家の台頭を歓迎したことを受けて、イオネスコが、 自身の年齢を3歳は各申告したことによる。1911年、パリ大学で博士論文、法学を執筆することになった父親と共に、イオネスコ一家はパリに移る。その後、イオネスコは13歳までほとんどの期間をパリで過ごした。1917年から1919 19年まで、イオネスコと妹のマリリナは、マイエンヌ県ラバル近郊のラシャペルアントネーズに、 滞在し、その田舎町はその後、イオネスコの作品の中で、失われた楽園として、しばしば改装されることとなる。妻子をパリに置き去りにして、ルーマニアへ帰国したイオネスコの父親は、一方的に離婚を成立させ再婚する。残された二人の子供、次男のミルチャは、妖精を一人で育てきれなくなった母親は、子供たちと共に、ルーマニアへ戻り、父親を探し出して、 子供の養育を委ねることとなった。母親を慕っていたヨネスコにとって、この別には大きな苦痛となった。同時に、父親やママ母とことあるごとに対立し、17歳の時には家を出て生活することとなった。これら家族内での対立は、義務の犠牲者や死者のもとへの旅にその痕跡を見て取ることができる。1929年、ブカレスト大学へ入学、エミール・ジョラン。 ミルチャ・エリアーデと出会い、三人は中世の友人となった。この頃から詩や評論を書き始め、多くの雑誌に寄稿をし、評論集、イナは賛否両論の大きな反響を呼んだ。1936年、ロディカ・ブリレアヌと結婚、同じ時期にフランス語教師の資格を取得している。1938年、奨学金を受けて、博士論文、題名は、 ボードレール以降のフランス史における罪と死を執筆するため再びフランスへ戻る。しかし1939年に勃発した第二次世界大戦のために一時ブカレストへの帰国を余儀なくされる。1942年再びフランスに戻り在ビシールーマニア交換文化部職員後に文化担当官となる。1944年 一人娘のマリー・フランスが誕生。戦後は出版社に勤務し、構成を担当した。その後、著述の分野で才能を発揮し始めた。1950年、ハゲの女歌手。1951年、授業。1952年、イス・オ・ノーの発表。古典劇の規則を無視した不条理な作風が発表当時は受け入れられなかった。しかし、 1950年代後半より脚光を浴び始め、現代演劇史に大きな足跡を残すことになった。パリのセーヌ・サガンにある小劇場、ユジェット・ザでは1957年以来、現在に至るまで、継続的に、ハゲの女歌手と、授業の上映を行っている。その後のイオネスコは儀曲を発表するかたわら、政治への関心を示し、特に、ソ連をはじめとする、 共産主義体制、さらにサルトルに代表される左派知識人を厳しく批判し続けた。ルーマニア出身のイオネスコの元には東ヨーロッパ出身の政治亡命者が多く集まっていたため、イオネスコは当時のフランスではと各理想的に捉えられていた共産主義社会の現実に通じていい。1966年、川木と上がコメディフランセーズで上演。 イオネスコの名声は年を追うごとに高まり、1970年、その功績により、アカデミー・フランセーズ会員に選出された。この頃から、神経症の傾向が強まり、そのセラピーの一種として、絵画を始める。イオネスコは、晩年になると、文学作品の執筆を徐々に止め、その代わりに絵画に熱中するようになり、ドイツ、スイス、フランスなどで、展覧会も開いた。 1994年、死去。パリのモンパルナス墓地に埋葬された。イオネスコは、平凡な日常を滑稽に描きつつ、人間の孤独性や、存在の無意味さを鮮やかに描き出した。こうした、しばしば、不条理と呼ばれる世界観はイオネスコのみならず、二度の世界大戦を経験した、同世代のサルトルやカミュなどの作品にも見出される。しかし、彼らがこうした。 世界観を論じる文学的言説があくまで明晰さや論理性を重視したのに対し、イオネスコやベケットにおいてはその言語自体が問い直されることとなった。こうして彼らの作品は読み手や観客の理性よりも感性に直接働きかける力強さを獲得したのである。イオネスコの演劇作品は、概ね1950年前後から70年代までの20年ほどに、 集中して書かれ、その創作活動は、概ね三つのサイクルに区切ることができる。ハゲの女歌手や、授業に代表される初期の作品は、日常的な光景を、出発点としながら、そこに潜んでいる空虚や不安などを誇張して観客に、突きつけた。イオネスコは言語をその格好の媒体として捉えた。そのため、ハゲの女歌手では、日常会話が、徐々に意味を剥奪され、 最後には分解された音説となり果てる。さらにイオネスコは演劇作品において視覚を特に重視したため多くの小道具や舞台装置が重要な役割を果たすようになった。こうして時にはコーヒーカップや毒キノコ、家具や椅子が舞台を埋め尽くしたり蒸気を逸した大きさの足が舞台を圧迫したりすることになる。これら初期の作品は ほぼ全てが一巻くもので、比較的短く、構成としては、後半に向かって爆発的に発展することが多かった。登場人物は操り、人形のように空虚かつ滑稽に描かれ、観客は舞台の上で進む演劇世界を笑いながらも、これらの空虚や不安が、自らの日常にも存在することを意識させられるので、 1950年代後半から1960年代前半にかけて発表された無給の殺しやサイ、瀕死の王様、空中歩行者にはベランジェという中心的な登場人物が現れる。そしてベランジェを通してイオネスコ自身の世界観やイデオロギー批判、死の恐怖などが間接的に語られることも多くなった。それに伴い、 初期作品の喜劇性はやや抑えられ、より複雑な構造を持つようになる。同時に演劇世界も広がり、初期の作品では、おおむねに三人だった登場人物の数は増え、作品自体もたまくものが多くなった。ハゲの女歌手と並んで有名な、サイは、イオネスコ自身が1930年代に、ルーマニアで目の当たりにした発出シスト運動の高まりが背景にあると言われている。 イオネスコ自身もあるインタビューの中で、蔡を執筆した後に、自らの過去の日記を読み、そこに、鉄鋭団の連中は蔡だという記述を見つけ、驚いたと語っている。イデオロギーに囚われた人間を蔡へと変身させる、ことで、作品は観客に強い印象を与え、同時に一種の偶和性を獲得することによって、特定の政治的解釈に縛られない、普遍性を持ち得たと言える。 カワキと上から始まる後期の作品において、イオネスコは、自らの過去と夢に、多くの題材を求めた。ユング心理学に傾倒していたイオネスコは、精神分析医の勧めによって、夢の記述をはじめ、1960年代後半から発表された日記風エッセイに、自分の見た夢を数多く記している。スーツケースを持つ男や、死者の元への旅には、 これら過去の日記や夢から転載された場面も多く見られる。そこには父親との葛藤、母親への仕事、罪悪感、友人アダモフとの喧嘩別れなどが次々と描き出される。こうして晩年の演劇作品からは初期の喜劇性がすっかり姿を消し、自伝的要素が演劇世界を満たすこととなった。イオネスコはアイデンティティを求めてさまよい続ける。 自分自身の姿を、現実と創作、夢と幻想、現在と過去の間に、明確な線引きをすることなく、舞台上に投影したのである。このように、イオネスコは既存の演劇を成立させるのに不可欠と、されていた、諸概念を突き崩したと言える。明確な筋書きの欠如、視覚的要素の重視、リアリズムの拒否、理論的言語の否定といった特徴を持つ彼の演劇作品は、 戦後の舞台に新しい息吹を与えたのである。以下は、イオネスコの主な作品の一覧と出版年、戯曲は初演の年号である。日本語訳では、ハゲの女歌手から、殺戮ゲームまでの大部分の戯曲と、小説、いくつかの日記と、演劇論を読むことができる。クロード・エスカリー著、松浦博役、イオネスコによる、マクシミリアン・コルベフ・フジョーリーから生成へ。 聖母の騎士者1999年。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。